すごい。見て、あたしとっても綺麗でしょ。おっと、いりゃ、待ちなさい。
んのお薬は蜂蜜。ついに試合が始まりました。観衆の目はフィールドに。相手にボールを奪われないようキープしています。一つずつパスでつなぎながら慎重にペナルティーエリアへ近づいていく。おっと、ここでシュートだ。しかしボールはキーパーに弾き返されてしまいました。の前の皆さん、こんにちは。今週も健康第一が始まりました。今日はストレス解消法についてお話ししていきます。ストレスを解消し心を解き放つためのたった10分でできるリラックス法をいくつかご紹介しましょう。一番簡単な方法はリクライニングチェアか楽に座れる椅子に腰をかけリラックスして呼吸すること。温かいハーブティーの香りを楽しむという手もあります。その間は深刻な悩みなど考えないようにしましょう。温かい風呂に体を横たえながら呼吸運動をしてみるのもいいでしょう。呼吸運動とは口を閉じた状態で鼻から深く息を吸い、顔の下半分をお湯の中に沈めながら鼻から息をゆっくりと吐き出すのです。ですがこれだけであなたの悩みが魔法のように全て消え去るわけではありません。疲れや心労が重なると生きづらくなります。いずれ解決策が見つかり人生が開けるということを忘れないようにしましょう。ちょうだい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 。森へ行くの？狼いない？選手が揃いました。大丈夫、電話をポチッとする。後半のアディショナルタイム間もなく終わろうとしています。もう一回ポチ。ロングシュートを狙うが難しいか。サイドにボールを回します。電話をポチッとする。思い切って仕掛けたがかわされ、電
チどうするの。予想外のシュート防ぎきれず、ボールがネットを揺らした。こういう時は逃げよう。ねえねえ、どこ？アニメはどこに隠れてるんだろう。よし、あたしが探してあげる。ああ、1、2、3、4、5、6、さあアニメを探しましょう。このマイクを押して